いや、いるよね。やばい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 。うぃー、放置放置。よし、チャンスが現れました。さあ、ここで私がつけてきた不滅が刺さるのですよ。桃川ゲームチャンネル、皆さんこんにちは、こんばんは、桃川です。ゴールドウィンドウファームにて今日はおじいちゃんを使ってデッドバイデイライトをやっていきたいと思います。はい、おじいちゃん使うのは動画で撮るの初めてかな。あら、4人も揃っちゃって。まあ皆様こんにちは。え、おじいちゃんの名前はですね、おじいちゃんおじいちゃんばっか言ってるんですけど、ビルという名前があります、ちゃんとね。あれ、逃げてるということは、やばい、私かい、やだー、逃げろ。よし、さあ恐ろしいぞこれは。いた、めっちゃ信用してるし、あ、ここやな。よし、ナイス、オッケー。さあちょっとさっきやってたところより遠くに逃げましょうかね。おい、引っかかった、やばい。これは逃げれたりするかな。逃げれませんね。てか思いっきし今出てたわ恥ずかしい。ちょっと、あ、ちょ、あー、ずさんついてるんかい。やばい、戻ってきちゃったよ。そして、うーん、レイスはあの血の跡がね見えるから、これ絶対に追いかけてきてるんじゃ。いい、あ、間違えて入っちゃったよ。なんだ、ワウ、やってしまいました。はい、というわけでですね、パークの説明いきたいと思います。ですね、さっきまであのアーカイブで、お、ナイス。人をね救わなきゃいけなかったので、ご老体与えられた猶予というパークをつけていたんですけど、ああ、ありがとうクロちゃん。よし、とりあえず逃げましょう。ですね、あのそのアーカイブはね終わったので、任務を終えたので、うん、完遂って言えばいいの、ちょっと違うのかな、うん、にもね、あ、完了ですね完了したので、そのね与えられた猶予の代わりに不滅っていうパークをつけております。それがね9時の方向ですね。おじいちゃんこのビルのね顔が出てると思います。はい、でこちらの不滅なんですけれども、ありがとう、1マッチ、1試合に1回のみ、瀕死状態から完全回復することができるというパークになっております。はい、で、あの瀕死時の回復速度が最大 30% 上昇するというパークです。はい、で、まあ一応12時の方向からね、都会の逃走術、私が大好きなスプバーで、6時の方向が血族ですね。はい、なのでこのおじいちゃんマークの不滅を使うためには、這いずり放置するねキラーではなくてはいけないのですよ、うん、なので最初の方に早々にね釣られて死んでしまっては意味がないのですよと言いつつ、私は早々に釣られましたけどね、うん、ナイス救助でしたね今のね、地下に釣られてる人ね。さあここはつけれるかな。なんかこのねビルおじいちゃん、おじいちゃんで思い出したことがあって、なんかおじいちゃん家に行く時って大体あの夏休みとか冬休みとか何かの休みの時に行ってたんですよね。でよくあの屋台でおじいちゃんにあれ買ってよこれ買ってよみたいな感じでおねだりとかしてたんですけど、なんかあの綿飴、私大好きで、よし、ナイス、あの綿飴をねよくねだって買ってもらっていたんですけど、これ来る、ちょめっちゃ走ってるけど、これ来てるんじゃないの、大丈夫、
信用ちょっとしてますね。お、やってしまったか。そこにいますね。じゃあそーっとね、横をねすり抜けてふっとね走るというね、フットワークの軽いおじいちゃんですよ。はい、そう。それで綿あめよくねだってたんですけど、なんかあの色付きの4段の綿あめって見たことあります、皆さん。なんかあの普通キャラのこの袋に大きい白いあの綿あめが2つ入ってるのが普通だと思うんですけど、なんかそのねカラフルなやつが4つ、青とピンクと白と黄色かなのねやつで、え、めっちゃ近くにいる、え、どこにいるの、どこにいるの、全然分かってないけど、こんな綿あめの話してる場合ではない。あそこの発電機やりたいんだけどな、大丈夫か。あ、大丈夫そうですね。はい、そう。それでね、その綿あめがどうしても欲しくて、おじいちゃん買ってよっつって、あのめっちゃおねだりして買ってもらったんですけど、その綿あめの値段がなんと1000円もしたんですよ。この大人になってからあの綿あめのおったくり具合、あ、目の前でやられてしまった。すごいですよね、綿あめ4つで1000円ですよ、皆さん。大人になったら買えないよね、このね。あの子供だからね、この純粋なまなこでおじいちゃんにお願いしたから買ってもらったんですよ、きっと。よし、救いに来たぜ。よし、では戻ってあそこの発電機やろうかなと思ったけど、この小屋の中の発電機やりたいな。終わってないですね。じゃあちょっとこれをやろうかな。そうなんですよ、普通は多分500円だと思うんですよね、そういう屋台で買うときね。うん、倍してましたからね。まあ4つ入ってたとはいえ、なんか大きさ的にはそのカラフルなやつの方がちょっと一回りちっちゃかった気がするんですよね。いやーね、だってあれですよ、自治会のね、あのこの綿あめ、まあ確かにあのキャラものの袋には入ってないとはいえ、あれ100円ぐらいでできる感じですよね。だってあれ砂糖と割り箸ですからね、原価考えたらね、とんでもない話ですよ。っていうのをね、ビルおじいちゃんをね見て、私はおじいちゃんに申し訳ないことしたなっていう思い出でした。はい、というわけでおじいちゃんのためにも私はこの試合を生き抜いて帰りたい。あー、やられてしまった。結構みんな釣られちゃってるな。あ、ちょっとバベチリ対策で、さっきねちょっとよくわかんないところで入ってしまったのでね、今回はちゃんとね、血族があるからどこにキラーがいるか大体わかるんですけど、誰かが釣られてれば。この人追われてるな、ちょっと救いに行きましょう。おー、あれは来てますね、救いに。ん、どうなんだ、 あそこでやってんのか。じゃあやっぱ救いに行きましょう。迎えに来たぜー、ほい、逃げるぞー。お、ウッチーですか、あなたはウッチーなんですか。なんかどん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 音が聞こえるな。大丈夫か、あのフェンミンちゃん。うぃー、やっぱりやられたバレバレだったんですな。ちょっとここやりたいな。いやーね、前はねここの小屋のねチェイスめちゃめちゃ強かったんですけどね、アップで入っちゃってめちゃめちゃ弱くなっちゃいましたよね。ナイス。さあ残り1個、あの小屋かこっちでやりたいですが、ちょっと王冠をゲットして、よしね。えビルおじいちゃんもね、あの王冠ねつけれるようになれればいいんですけどね、ビルおじいちゃんちょっとコラボキャラなんでね、つけれないんですよね、王冠ゲットしても。こ
なかなかブレイクが出ない。いますな。やばい。えい。ふふ。恐ろしいぜ。うわお。バレバレや。じゃあちょっとあの小屋とこっちの発電機から離れて、多分分かってると思うんですよね。来ないかな、やっぱり。いや、いるな。やばい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 。さっきの、ちょ、ここ、ちょっとやばいな、これ。あー、やばい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 。あー。はい。ね、今ちょっと瀕死状態の時のゲージ、黄色くなって、普通の速度より速くなってたと思うんですけど。不滅をつけてるとこういう効果がありますね。あそこにもあんのか。助けてくれ、わしはここで死にたくないのじゃ。やばい、追いかけられてますね。え、来てくれんの。え、ありがとう、ありがとうねや。あ、さすが、与えられた猶予やん。ちょっとこれは私が一撃食らった方が良かったんですけど、ナイス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 。うわ、バベチリですなこれ。ちょっとやばいな、どうしようこれ、どうしようこれ。ちょっとこれ血の跡で絶対バレるっしょ。ちょっと、え、あれ今ネアどうした。解放持ってたのかな。このマークは解放っぽいな。え、ちょっと、いや、いるよね。やばい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 。うぃー、放置放置。よし、チャンスが現れました。さあここで私がつけてきた不滅が刺さるのですよ。いや、ちょっと耐えて耐えて耐えて。あの方が今チェイスしてるので、あの方が耐えてさえくれれば私のこの不滅が刺さるんですよ。うわー、こっち来る。もうちょっと、よし、 OK、 起き上がれました。さあ今ね、多分クロちゃんが開けてたんで、反対側そっち目指しましょう。よし、ダッシュダッシュダッシュ。さあちょっともう周りを振り返らないというか、もうまっすぐ逃げちゃう。あー、着いた。あ、もうちょっと、もうちょいもうちょい。お、すごっ。あー、やっぱやられちゃったか。なるほど、ちょっと出口復帰。あ、え来いと。ちょっと待って待って、私にちょっと回復する時間を与えてください。来いよって言われましたね。ちょっと行きたいんですけどね。ちょっと、あら、なんで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 来てるな。ん、クロちゃんがいますな。ん、こっち来てる。あ、じゃあちょっと今あっちのネアの方に行って、きっと貯めてくれてるはずだから。さあ来たぜ。あ、溜まってますね結構。もうこの救急キットを使って、よし頑張れ。え、でクロちゃん逃げてるやんけい来いよって言って先に逃げるんかいっていう。大丈夫かな、ちょっともう逃げるしかないですね。来てる。猫がないから分かんないんでね。ちょっと、あ、来てましたね。あー、ちょっと逃げてしまったんですけど、あのネアは、お、逃げてたー、やったー。いやね、結構ね、這いずり放置するね、キラー、あんまり最近ないんで。いや、よかったよかった。もう GG でしょ、これは。うん。おー、よかった。救ってくれたネアちゃんをね、救えたんで、よかったですね。あ、しかもキラーも GG ですね。はい。というわけで、無事、生き残ることができました。はい。本日もご視聴どうもありがとうございました。モモガーでした。また見てね。ポチッと押すだけでいいんです。登録者数が増えると私のモチベーションも上がるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。